マスオ TV です。はい、この前ね、仕事終わってちょっとなんか DVD 借りようと思ってゲオに行ってきて、借りて見てみました。面白かった。それがこちら、ドラえもんのび太のリトルスターウォーズ。はい、実は僕ドラえもんがすごく好きなんですよね、昔から。特にあの声変わる前のドラえもん、昔のドラえもんがすごく好きなんですけど、その中でも特に好きな映画なんです、こちら。はい、まあほとんどのドラえもんの映画好きなんですけど、このね、映画はね、なんかスネ夫がいいです。で、しずかちゃんもいいですね。で、ジャイアンもいいです。のび太もよくて、ドラえもんもよくて、まあみんないいんですけど、はい、で、全部いいんですけど、このね、映画のね、エンディングテーマも実はすごくいいんですよ。はい、で、少年期っていう歌らしいんですけどね、あの武田鉄矢さんが歌ってるんです。あの金八先生の人ですね。はい、が歌っててね、この歌がすごい良くてね、僕の少年期の心にすごいね、染みついてるんですよね。ということで、皆さんドラえもんって好きですかね。なんかツイッターで聞いたらクレヨンしんちゃん派だっていう方も結構いたんですけど、いや、ドラえもんやっぱりね、小さい頃の僕に夢を与えてくれました。よくドラえもんの秘密道具で何が一番欲しいですかみたいなね、ことを話しますけど、僕だったらやっぱりどこでもドアですかね。やっぱいろんなとこにガチャっていけたら最高じゃないですか。仕事場までガチャみたいなね、朝超楽だしみたいなそんな感じなんですけど、皆さんはどんな秘密道具欲しいですか。はい、まあそんなこんなでドラえもん見ていったんですけど、はい、皆さんどの映画好きですかね。はい、なんか好きなやつあったら教えてください。はい、ということで今日は簡単な DVD 紹介ということでやらせていただきました。またなんか DVD 見たらご紹介したいと思います。ということで、以上マスオ TV でした。バーイ。はい、雑談です。はい、今日もね、ほんとどうでもいい話をしていこうと思うんですけど、あのご報告がありまして、ずっと前の動画でね、ちょっと母の近況についてあのご紹介させていただいてたんですけど、ようやくね、この度あの母も仕事に復帰することができました。よかったよかった、本当によかった。すごいね、たくさんの方ご心配してくださったので、一応ご報告としてさせていただきます。よー、はい。で、なんかその時にね、兄弟に向けてね、こんなメールが来たんです。こんな感じですね。いろいろ心配かけましたが、今日無事に仕事復帰することができました。あとは無事に日々を送れることを祈るばかりです。みんなも体に気をつけてくださいといった文章なんです。まあただの文章じゃないかって皆さん思うかもしれないんですけど、なんかあっと思ったことがあって、実はね、昔からね、母親なんですけど、あの子供に対してメールはね、あの敬語なんですよね。うん、敬語。はい、今はもう僕こうやって一応大人になってね、経済的にも一応自立して生活してるんで、まあ一人の大人として接するために敬語でメールするっていうのは分からなくはないんですけどね、結構昔から敬語なんですよね。まあ子離れってやつなんですかね、親離れ子離れじゃないですけど、どういうタイミングから変わるんでしょうかね。こっからこうね、一応大人ですみたいなね、いう風な態度取るんだろうってね。 YouTube が残ってるかも分からないですし、子供がねできるかも分かんないですけど、もしね、僕が子供ができて、あ、このタイミングが子離れのタイミングかって思った時に、ちょっと見返したら面白いなと思って今日はこの動画作らせていただきました。はい、まだね、多分この動画見てる方未成年の方多いと思いますけどね、多分あなたが思ってるよりお父さんお母さんとかね、親御さんはね、心配してますよ。はい、23ですけど、なんか学生時代よりもそういうのがね、なんかよくわかるようになってきました。はい、ということで、ほんと雑談ですけど、ということで今日は思ったことを記録したくて動画にしました。ということで、また適当に雑談したいと思います。ということで、以上、マスオ TV でした。バーイ。